動物の友達と VTuber とラジオと、この配信はペンギンバーチャル YouTuber 七種のアデリーペンギンが動物に関する情報を発信することで、リスナーに実際に動物園や水族館へ行くきっかけを作ってもらおうというポッドキャストです。オープニングの新しいやつができたんで、今週の土曜日の生放送では公開しようかなと思ったんですけど、ちまちまともうちょっといじりたいなって思うところも出てきたんで、また今日もいじってたわけなんですけど、こうやって何か創作にゴールデンウィークっていう長期休みが吸われていくのかなと思いますけど、僕がやりたいことなんでそこはいいかななんて思ったりもするわけでございますけども、皆様いかがお過ごしでしょうか。ちょっと今日は暑くなりましたね。暑くなって、福岡ではドンタクっていう、その福岡県民にとって大事なお祭りがあってですね、それでいろいろと楽しめて、しかもコロナ明けて、開けたかどうか分かんないけども、一旦落ち着いて、それでドンタクがやられておりますのでですね、久しぶりになんか盛り上がってんのかなって感じですね。僕はそんな人が多いところに行きたくないんで家におりますけども、でも結構ツイッター見てると結構いろんなところに行ってる人がいるんでですね、できればハッシュタグ動物の友達で動物園なんかの行った記録なんかを教えていただければななんて思いますので、ぜひぜひお願いしたいなと思います。そんな感じでございますけども、できれば僕も遠いところに行きたいなというところで、遠い場所のお話をしたいと思います。カンムリワシの保護強化。これどこの新聞社が記事書いてるかっていうと、八重山毎日新聞っていうところで、八重山ってどこだっていう話なんですけども、八重山っていうのがこの日本の最南端、与那国島だったり石垣島だったり、この辺にある12の島の、からなる、そういうところを八重山諸島というわけでございますが、そこのニュースでございます。開発による生息環境の減少や交通事故の多発などで保護の必要性が高まっている国指定特別天然記念物カンムリワシについて、環境省沖縄奄美自然環境事務所などが4月30日までに初の保全方針を、策定した。生息状況のモニタリングや環境アセスメントなどによる生息地の保全、外来種の影響把握、交通事故多発地域の割り出しと対策などを柱に、沖縄県や石垣市、竹富町、沖縄森林管理所、西表森林生態保全センターなどの関連機関と連携したカンムリワシ保護の推進につなげる。啓発活動や傷病個体の救護も継続していく。方針では保護上の課題として生息環境の悪化と交通事故の2つを挙げた。生息環境については、生息に必要な重要な森林や隣接する湿地、草地などで大規模な改変などが生息地として機能低下につながると指摘。さらに特定外来生物のオオヒキガエルやインドクジャク、高麗キジ、野猫などがカンムリワシの餌となる両生類や爬虫類、昆虫類などを捕食することから、餌資源の減少によって発生する外来種との競合を懸念する。交通事故については2022年3月に石垣島で史上初となる、非常事態宣言が環境省や県市より発出されたが、その後も立て続けに起きたことからカンムリワシの救護体制が逼迫する事態に陥った。近年の年間平均では石垣島で 7.4 件、西表島で 4.1 件の交通事故が発生している。カンムリワシの推定生息個体数はこの10年で見ると大きな変化は認められないが、多くの若鳥や幼鳥が事故に遭っていることから、個体群内での年齢構成の撹乱や頻繁な縄張りの構造の変化、つがい相手の損失に伴う繁殖率の低下の可能性が指摘されており、カンムリワシ個体群に大きな影響を及ぼしていることを危惧しているということでございます。で、こうやって環境省が、カンムリワシの保護に強化をしてくれてるっていうのは非常にありがたいことだなと思う反面ですね、これ石垣島はゴルフリゾート計画が出ておりまして、それに対して、行政の仕組み上、県だったり市っていうのが口出し、指導は直接できないっていうのが、他のツイート、これ石垣島カンムリワシの里と森を守る会っていうところから伝えられております。だからですね、とにかく生態系保全のために
ちゃんと選定がされたっていうのはありがたいことだなと思うんですけども、それ以上にやっぱりお金儲けをしようとする企業だったりとかっていうところがどれだけ良心に従ってその活動をしてくれるかっていうのも大事になるのかなとは思いますね。まあっていうのもどうすればいいかっていうと、やっぱり僕ら一般人がちゃんと冠橋のことをしっかり知っておかないといけないなと思いますね。で、例えばもっと可愛い生き物だったりカワウソだったりとかっていうともう関心が集まったりするんですけども、冠橋ってなかなか日の当たらない生き物だと思いますのでですね、ちゃんと冠橋のことを知って、でこれには、石垣島全体だったりとかこういうリゾート計画にどういう問題があるのかっていうのをもっと一般に知られてもらわ知ってもらわないといけないなと思いますし、で知られて広く知られることによって企業も無視はできませんから、そういうところをまあ啓発していくべきかなと思いますね。まあなのでこう政治的にこうデモをして、企業はこういうことやめろっていうだけじゃなくって、この冠橋の魅力っていうのをしっかり伝えていくことも、こういう 石垣島のゴルフリゾートだったりとか冠橋の生態を守るところにつながっていくのかなと私は思います。ということでございまして、今日のニュースは冠橋、保護強化ということでございました。